はい、沖縄ラブウェブ TV をご覧の皆さん、こんにちは。今日も素敵なお客様に来ていただきました、サンサバの皆さんです。よろしくお願いします。ではいつもの自己紹介をいいですか。準備側はいいですか。はい、いきますよ。はい、3、2、1、キュッ。アイです。ゆりえです。アサです。サンサナです。いやじゃあもうこれ何回ぐらいやってるの。これなんかでも、うん、ちょっと初めてな感じがする。今日今の初めてだったよね。あ、順番だってこと。いや、なんかアイちゃんが運んでくるんですよね。はい、そこに微妙な間が生まれて、はい、そうなんです。あれこれだっけと思って、ちょっと相手ユリエが言って、まあ、続けて朝が言う。そういうこと、空気読む感じして、はい、そういう感じでご覧ください。さあ、というわけでね、サンサナの皆さん、ね、はい、この沖縄ラブウェブ TV にもね、多分4回目ぐらいのね、ステージに、なるんですけれども、はい、まずはもうね、サンサナといえば夏というか、大活躍なんですけれども、はい、あれですよ、まずはフランス、はい、ジャパンエキスポに行ってきましたね。行ってきました。はい、わかりました。ボンジュー。どんなでした？今回で2回目。うん。去年よりは結構、うん、余裕持って挑めました。うん、余裕持ってボンジュールだから。はい、余裕持ってボンジュール。で、なんか大きいホールでこうやって照明がバンミカしてね、写真も見たんですけど。はい、もうなんかすごい、まあ、ステージも大きいし、うん、照明が効きすぎててお客さん全然見えないんですよ。はい、もうなんか真っ暗な状態な感じで。全員こんな感じで。なんかお客さんみたいな。いるみたいな。うん、あ、でもやっぱり曲が息変わることに拍手とかすごい来てくれたんで、うん、すごい良かったです。なるほどね。で、サンサナのねステージの締めといえばやっぱりカチャーシーでしょ。はい。もうやっぱりフランスでもみんなカチャーシーです、はい。フランス語でカチャーシーしてくださいっていう MC もしたので。え、何て言うの？あ、なんかアラバンなんとかかんとかなんとかしてもう覚えてない。すっかり忘れてる。はい、もう全然覚えてない。その時だけの集中力。レゼポール、レジュンみたいな。ああ、なんかこう、はい、右左みたいな感じの、ね、はい、をやって、そしたらお客さんも結構一緒にファン、うん、あーってやってくれて、でも最後はね、みんな立って、うん、総立ちでカチャーシーをやりました。メルシー、はい、嬉しい。さあ、というわけでね、沖縄を PR してきて、ね、はい、沖縄の観光ブースでも PR してきたんでしょ。はい、はい、毎日ステージで歌わせていただいて、うんうん、なるほどね。さあ、というわけでね、この夏も大活躍でございまして、ここにジャジャン、オリオンチュラタイムが並んでおりますけれども、ね、テレビでもね、もう CM 放映されていますけれども、ね、オリオンの CM に、ね、今こう出ている最中ということで、はい、おめでとうございます。今回はありがとうございます。で、 CM 曲が何でしたっけ。はい、チュラサチュサです。うん、ね、素晴らしいね。はい、で、なんだっけ、 CM も初めての体験。はい、初めてです。はい、撮影は、うんうん、どうでした撮影。いや、もう朝早かったんですけど、うん、天気にも恵まれたしね、うん、本当に楽しく撮影しました。うん、撮影できた。うん、なんか大変だったところとかある？大変だったのは、うん、ちょっとこの飲むシーンがあったんですけど、うん、もう一生懸命ゲップをこらえないといけない。あとはやっぱりこう飲んだらパーって言いたいけど、うん、爽やかなの、爽やかなのくださいって言うのね。ってなって、そこはゲップってやりたいんですけど、その辺がちょっとね。なるほど、苦労しました。はい、ユリエにも聞いてみるけど、ユリエ、本当にさっきのゲップもそうだったんですけれども、うん、とにかく最初天気が良すぎてすっごく眩しいんですよ。で、全員もいろいろ習ったことがありまして、うん、まずは眩しいところを見てこう目つぶって、はい、で、こうなんかまっすぐ見てゆっくり目を開けるっていう、うん、それをもうなんか生かして、うん、もうずっとずっと眩しい、なんか目がこう半目な状態でずっといて、たまに私白目になるんですよ。うん、眩しすぎて、これが一番大変だったと思います。あ、なるほどね。眩しいジラーにならないようにそう、いかに爽やかに見せるか、うん、3人揃ってよく太陽の方見てた。で、頑張ったつもりなんですけど、実際オンエアされてるの見ると結構眩しそうな感じ。めっちゃ耐えてるっていう。そうかそうか。何テイクぐらい撮ったんですか、飲むシーン。まあ結構もう一番撮ったね。3人いるじゃないですか、私たち、うん、なので誰が一番前のカットとかでもあるので、3パターンの何テイクかずつなので、うん、もう数え切れないくらい、はいはい、切れないくら
い、うん、お腹いっぱいみたいな、もうもう膨れるみたいな、うん、でもにこやかに、まあ、チュラタイムですから、はいはい、ね、そしてチュラサチュサと、はい、ね、あの素敵な楽曲に仕上がっているんですけれども、はい、その、楽曲が、入っているなんとサンサナのミリアルバムがリリースされます、あ、はい、されましただ、タイトルどうぞ。その名もサンサナユーチ、はいですね、4枚目ということですね、はい、うん、今回このアルバム、どんなアルバムになってますか。もうまさに沖縄の夏、うん、夏が一番だ、はい、打ち合わせしないのに待ったよ普段家族より一緒にいるはい、うん、あの夏決定版のようなね、そういう楽曲ね、あの揃っていると思うんですけど、はい、それぞれこうなんか聴いていただきたいとか気に入ってる曲を聴いてみましょうか、うん、私は、うん、ガチマヤという3曲目の曲を皆さんにぜひ聴いていただきたいです、うん、もうタイトルからして、うん、もう内容も全部ガチマヤな感じだった愛のテーマソングよね。そうそうそう、私ね、あの標準語では食いしん坊というね、はい、そういうことですよね、はい、うん、あのポーク卵が出てきたりA ランチが出てきたり、 A ランチ、ソーキそばも出るし、うん、まあ、メインよ、メインよ、ラフテーラフテー、そういうね、楽しい映画があって、はい、やっぱユリエ的にはどう。あのですね、ユレはもういっぱいだから曲がおすすめできるんですけど、一つ一つのものになんかいつも意味があって、うん、今回私がすごいおすすめするっていうか一番大変だったのが1曲あるんですよ、はい、すっごい苦戦した曲が夏が来たっていう、夏が来た、はい、それこそ本当に一番夏な曲なんですけど、うん、あの最初もう三振が、はいはい、最初本当に三振とドラムだけなんですよ、うん、音が、なるほど、このまずタイミング掴むことと、うん、もう音がいっぱい荒れすぎること、もうなんか三振を三振って考えちゃいけないんですよ。沖縄だけじゃないですよ、三振って、いろんなものに使えますよ、うん、本当にそれを聞かして、うん、やっぱりみんなでこう曲が入っていく前に乾杯をしようじゃないか、うんうん、はい、あ、もうやっぱ初めてのサンサナの、あの乾杯ソングなので、うん、もう本当に一番最初から乾杯でいきます、うん、はい、チュラタイムで乾杯しましょう皆さんなるほどね、今回あのユリア全曲ね、あの三振で、ね、はい、参加してますしね、ぜひね、聴いていただきたいと思います。じゃあ朝的にですか。はい、朝的にはですね、やっぱりサンサナといえば結構にぎやかな曲、うん、ノリのいい曲っていうのが多いと思うんですけど、うん、はい、中でも、うん、まあ、あやはしっていうちょっとスローな曲があって、うん、もう本当にいいムードの曲なので、うん、ぜひ皆さん聴いていただきたいと思います、うん、ね、ちょっと大人な感じのね、そうですね、あのバラード中身的にはこう男女の掛け合いの歌なんですけど、うん、男性目線のところもあり、はい、女性目線のところもあり、うん、でも最後やっぱり2人で愛の架け橋を、あや橋を架けましょうと。そうか、あれだね、そういう意味ではあのサンサナもそのね、あのアップテンポなね、このなんていうか、はい、こう踊れるそのユニットとしてのね、はい、こう位置づけっていうのもしっかり出てきつつあると思うんですけども、はい、そういうバラードもね、こう大切にしながらということで、はい、でもちろんね、あのチュラサチュサも入ってますし、はい、あとはコーラスね、はい、あの3部に分かれたコーラスとかもね、はい、ガッツリとこう聴いていただきたいですよね。っていうかユニゾンだし突っ込まれた、突っ込まれた。じゃあ、じゃあいくわ。チルリチチチチチチチルリチチチチ、間違えました。編集しないから、そもそもまあ、これはこれはもう本番で見てください。ライブで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 お楽しみに。あなたは何のパート歌いますか。はい、アーサーは下です。愛は上です。主戦です、はい、上行ったり下行ったり、はいはい、たまに迷うんです、ね、はい、というわけでね、7月の23日にリリースされました、はい、サンサラユーシ、これをね、はい、あのまた携えてこう全国にね、こうライブもこうやりますよ、はい、沖縄県内でもやりますし、はい、あの皆さんに応援していただきたいんですけれども、はい、ではあの最後にそれぞれからメッセージ場を番組化していただきたいんですが、誰からいきましょうか。はい、はい、皆さん、夏はドライブにビーチにチュラタイムを持って、このサンサラユーシを持って皆さんで楽しんでいってください。イエイ。じゃあユリアはですね、はい、やっぱりこのまずユーチを聴いていただいて、うん、それで私たちのライブも見ていただいて、うん、その時は一緒に歌って踊って楽しみましょう。はい、どうでした。もう
愛とゆりえに全部言われてしまったんですけども、はい、これ最後の人ってかわいそうですよね、うん、でサンサナゆうち、あの新しい衣装で、うん、新しいサンサナをぜひ見ていただきたいと思います。カラオケも入ってますので、ぜひ練習してくれたら嬉しいです。はい、はいね、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ね、今回あの5曲入ってて、5曲のそのおけんも入ってるんでね、はい、ぜひね、あの皆さんの歌を覚えて、はい、あのサンサナのライブにもね、足を運んでいただきたいと思います。待ってます。はい、沖縄ラブウェブ TV、 本日のゲストはサンサナの皆さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。